皆さんこんにちは、ももです。本日はね、もうセザンヌ大好きな私が選ぶ、もうセザンヌで絶対に買ってほしい、使ってほしいコスメをご紹介したいと思います。もう私毎月毎月いろんなコスメを買って使ったりするんですけど、その中でもプチプラコスメの中でセザンヌが本当にリピ買い商品が多いので、もう今回はね、もうたくさんセザンヌの商品を使い倒して本当に良かったって思うね、コスメをね、皆さんにもう共有したいなと思うので、少しでもね参考になれば嬉しいです。もう私の中でセザンヌといえばこの皮脂テカリ防止下地が有名だと思うんですけど、まあこれはなんかすごくまあ有名でたくさん使ってる方も多いんじゃないかなと思うので、まあこれはちょっと一旦まあ外して、じゃあまずはね下地から紹介していきたいと思います。まずはね UV ウルトラフィットベース N、 こちらね化粧下地で色は0番で、これは毛穴カバータイプのものです。これはね SPF36PA が2プラス入っています。まあ、この化粧下地はね、ファンデーションをまあつける前に、まあ、普通の下地として、私はよく使ってるんですけど、本当にね、この下地を使うと、毛穴がね埋まってすごいお肌がつるんとした感じに仕上がるので、これを塗った後にファンデーションをのせるとお肌がねよりつるんと見せてくれるというか、本当にこれはプライベートでもよくメイク動画とかでもかなり頻繁に出ている化粧下地です。しかもねこれ色がついてるので、まあ最悪ほどファンデーション代わりにもなっちゃうというか、毛穴もしっかりカバーしてくれるし、肌の色もねワントーンちょっとアップさせてくれるものなので、本当にこれまたなくなったらね絶対リピ買いしたいなと思うアイテムです。しかもこれ無香料で紫外線吸収剤不使用というのもね嬉しいので、まあプチプラコスメで毎日の化粧下地でこう毛穴カバータイプのものがね何かないかなって探してる方とかはね、ぜひ一度使ってみてほしい商品です。続いてアイブロウなんですが、こちらのブラシ付きアイブロウ繰り出しタイプの、私よく02番のオリーブブラウンを愛用してます。もうこのブラシは何本もリピ買いしているアイブロウブラシなんですけれども、私はプチプラコスメの中でもう一番このセザンヌのアイブロウブラシが気に入っています。でなんでこれがいいのかっていうと、まずねこのオリーブブラウンっていうカラーが私特に気に入っていて、結構なんかこうオリーブカラーって明るい髪でもちょっと暗い髪でも割とこう合いやすいっていうか、結構ね髪の色に合わせやすいっていうのと、本当にね芯が柔らかくてとっても描きやすくて、あとこう後ろにスクリューブラシもついてるのでとにかくぼかしやすいです。もう私今まで何十本もこうアイブロウペンシルを買って使ったりはしてるんですけど、もう最終的にいつもセザンヌのこの繰り出し式のアイブロウブラシをもう何回も使ってリピ買いをしているので、これね使ったことない人いたらねぜひ使ってみてほしいアイテムです。セザンヌってアイブロウのラインナップが結構広くて、これはね中間サイズの太さなんですけれども、もう一個ねおすすめしたいのが、もう一つがね超極細タイプのアイブロウペンシルも売ってます。これもね02番のオリーブブラウンがあるので、私はこのオリーブブラウンカラーを愛用してます。この超極細タイプの人は眉毛の毛量が多かったり、もう眉毛の毛を一本一本しっかりと描き足したいっていう人にすっごくおすすめです。本当にこれねめちゃくちゃ芯が細いので、一本一本毛をしっかりと描けるというか、こう眉毛の毛を描けるペンシルで、本当にこれも滑らかで描きやすいので、これも使ったことない人いたらぜひ、まあ、一緒にこれセットで買ってみてほしいですね。他にもセザンヌのアイブロウシリーズはもうどれもおすすめなので、まあ、買ってまあ間違いないかなと私は思います。続いて私がねセザンヌの商品の中でもかなりお気に入りでヘビロテしているアイテムが、このパールグロウシリーズのハイライトとチークがねもうめちゃくちゃおすすめでございます。特に私はこのセザンヌのパールグロウハイライトの01番のシャンパンベージュをねもう底見えするぐらい本当に気に入っていて、よく使っているハイライトです。私これ初めて使った時に本当にこれプチプラなのっていうぐらいもう高見えするハイライトかなと思ってて、もうこのハイライトを塗るとなんか内側からもうピカーンってこう発光したようなツヤツヤのお肌に仕上がるので、まあ、例えばねベースはマット系にしたとしても、もうこのハイライトを塗れば一気にこうツヤ肌っぽく仕上げたりすることもできるので、私が今持ってるハイライトの中でも一番このセザンヌのパールグロウハイライトをかなり愛用して使っています。これもねまだ使ったことないよっていう人いたらぜひぜひ使ってみてほしいです。私は個人的にこの01番の、まあ、シャンパンベージュがねすごくおすすめなので、ぜひ使ってみてほしいアイテムです。まあ、続いてこのパールグロウシリーズでチークも2色出ているんですけれども、このチークもね本当に本当に気に入っています。
個人的に私がよく使っているのはこのベージュコーラルカラーの方ですね。なんか自然な血色感と本当にツヤっとしたほっぺたに仕上がるので、こう横を向いた時とかこう角度をこう変えた時にお肌がねすごく綺麗に見えるので、もうツヤンとこう剥き卵みたいなほっぺたに仕上げてくれるチークなので、本当にもうツヤ肌とかツヤツヤのメイクが好きな人とかはぜひこのハイライトをね使ってみてほしいです。色味もねすっごくどっちも使いやすくて、ナチュラルメイクだったり普段使いのチークとしても本当に大活躍するアイテムかなと思います。私はね個人的にこのチークをつけてるといつも褒められることが多いので、このチークもねぜひハイライトと一緒に使ってみてほしいアイテムでございます。セザンヌのチークって結構このナチュラルチーク N の方がかなり有名かなとは思うんですけど、本当にこれもねプチプラで色展開も豊富でおすすめなんですけど、私は個人的にもうこのセザンヌのパールグローチークの方がおすすめです。続いて私がおすすめしたいのがラスティンググロスリップのティントタイプの501番のオレンジカラーと101番のブラウンカラーのリップですね。これにティントタイプが2本出ているんですけど、ブラウン系オレンジ系どっちもおすすめです。個人的に私はこのオレンジリップをねすごく愛用していて、もうこれもね2本目でございます。これにティントタイプなんですけど、こうリップクリームみたいな感覚でスルスルっとこう塗れるというか、潤いもねしっかりとあるので、本当にこれもねデイリー使いしやすいし、持ち歩きリップとしても本当におすすめでございます。私ねこれね購入してから本当に気に入っていて、多分動画でもね結構おすすめおすすめって紹介したかなとは思うんですけど、私はなんかこうブラウンが結構売り切れてるけど、個人的にこのオレンジの方がすごく色味的には気に入っています。明るいカラーよりちょっと落ち着いた大人っぽいリップがいいなっていう人はこのブラウン系の方がおすすめですね。もう特にブラウンの方がオフィスだったり結構ナチュラルメイクとかには本当に合う色味かなと思いますので、いやもう個人的に私はもうこれ本当どっちも2色、買ってほしいっていうか、もうおすすめのリップでございます。個人的にパッケージもすごく気に入っていて、こう上から見た時にね色味がねパッと分かるっていうのもね結構ポイント高いですね。本当にねこのリップはかなりお世話になっているアイテムかな。続いて紹介するのがラスティングリップカラー N の501番のオレンジカラーと、これもね504番のブラウンカラーのリップですね。この2色もですね私がものすごくヘビロテしているカラーで、このセザンヌから出ているラスティングリップカラーもすっごくおすすめでございます。私結構まあ普段メイクするときにブラウン系やオレンジ系のリップをつけることがあって、まあこの色味を今回押してはいるんですけど、まあ、特によくつけてて褒められるのはこの501番のオレンジカラーですね。これはイエベハルさんとか、まあ、イエベさんには本当に本当におすすめのリップカラーです。これもね本当に伸びもいいですし塗りやすいし色味もしっかりと発色してくれるので、これ1本でもうリップメイクが完成できちゃうっていうアイテムですね。そしてもう一つがこの504番のブラウンリップなんですけど、これね結構大人っぽいブラウンリップカラーで一気にこう落ち着いたメイクに仕上げてくれるリップで、まあ、プチプラコスメでしっかりとしたこうブラウンリップを試してみたいなっていう人いたら、ぜひこのセザンヌの504番のカラーを試してみてほしいです。いやこれもね本当におすすめしたいですね。もうセザンヌはリップもすっごくもう優秀です。もし需要があればなんですけど、今度なんかセザンヌのリップをもう全色レビューしたいなと思ってるんですけど、もしね見たいっていう人いたらコメント欄でコメントをしていただけると嬉しいです。私はねプチプラコスメの中でセザンヌのリップが一番好きです。いやもうね今回ね紹介したセザンヌのコスメは私がこう実際に使ってみて本当にいいなと思ったもので、まあ、リピ買いもね実際何回もしているアイテムが数多かったかなと思うので、これは心の底からおすすめだよって言えるコスメアイテムたちでございます。もしね今回紹介した中でまだ使ったことなかったっていうアイテムとかがあればね、プチプラなのでものすごく手も出しやすい価格なので、ぜひぜひ試してみてください。特にリップとかは今回私がお気に入りのカラーのものを紹介したんですけど、他にもねいろんなカラーがあるので、自分のお気に入りのものをねぜひ見つけてみてください。まあね少しでも参考になれば嬉しいです。もうセザンヌはプチプラコスメの中でもかなり優秀なコスメだなと思っていて、
て、もう毎回毎回ね、新作が出るたびに必ずチェックしているアイテムでもあるので、これからもね、新作とかが出たら買って試してみたいなと思います。というわけで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私は Twitter と Instagram をやっていますので、よかったらぜひチェックしてみてください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。